電源ボタンを端末オプション画面が表示されるまで長押しします。電源を切るをタップします。 OK をタップすると電源が切れます。電源ボタンをウォークマンのロゴが表示されるまで長押しします。ウォークマンが起動するとロック解除画面が表示されます。こちらを右にドラッグしてロックを解除します。Wi-Fi ネットワークに接続するとこのように表示されます。ブラウザなどのアプリを起動し、インターネットに接続できるか確認します。